ということで、ついにジュースジュースプレミアム始まります。イエーイイエーイということで、結構もうね、楽屋でみんなそわそわしててもうね、ちょっとおかしな方向にテンションがいっちゃってるんですけど、特に松永リアイちゃんがね、壊れてまして、今もここになぜかいないんですけど大丈夫？なんかアクセサリー何もつけてなかったみたいな、ね、そわそわしてたらアクセサリーつけ忘れてたらしいです。生命線とかちょっと見られちゃうから。リアちゃんは今日3人トリオがありますね。リオがありますね。リオあります。そうなんです。ジュースプレミアムで。ルルもリオ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 。ルルの曲はあの愛が決めました。そうなの。そうこういうのいいんじゃない。大好きな曲。嬉しいわ。楽しみにしててください。ワクワク。お水と2人で。楽しみです。頑張ってね。この水ほちゃん。確認しながら失礼いたします。そうですね、今日はジュースジュースとして初めての披露フェスになるんですけれども、今日初披露の曲とかあるのでちょっと緊張する緊張するんですけれども頑張ります。こうキラキラしてスパンコールの感じみたいな感じでキラキラしていこうと思います。配信もしてるじゃないですか、生中継。それがちょっと緊張しますね。この場でイエイっていうだけじゃなく、なんかこう冷静になりながら、なんかこう見ている人がいると思うと本当にちゃんと頑張らないとなっちゃうから。ヒーハー。大丈夫ね。大丈夫。頑張ろう。行きました。よし頑張るよ。あ、ごめん、もう一回。上がり。真ん中。ない。ルル。リアイ。精一杯頑張りましょう。はい。ウィア。シュッシュッ。イエイ。頑張りましょう。さあ、行ったら。さあ、待って。あれです。ここに誰かいます。ありがとうございます。よっしゃ。頑張りましょう。行きます。ブロックなので頑張っちゃいます。なんかルル的にはお水の笑顔が好きなので、なんか笑顔になれる曲がいいかなと思ったら、そうかっこいい曲やりたいって言ってくれたから、かっこいい曲にしますよ。ルルちゃん、ルルちゃんが忘れていったと思って持ってきちゃったら嫌いじゃないよ。私が今からなんですけどね、みんな見に来てくれました。
一生懸命練習期間を経て感動の涙を流しています。あ、そっち撮ります。レレ出したいな、出したいな。レレお疲れ様、いっぱいねこう任されてね、大変だったよね。いやいや大変だった本当に。しかも抽選も引いてね。ある意味すごい年だったよ。そうですね、思い出に残る。あ、マナカが逃げてる。お疲れ様だよ。一発目は愛のティッシュ。終わりましたので明日も頑張ります。引き